犬発見。花の向き確認しろ。上手にかけてるね。ああ、いけつかねえ感じがよく出てるぜ。見て、シンラも一応駆除してたみたい。やる気は欲しいか。どうせまたすぐ湧いてくれ。適当に終わらせて帰るぞ。どこから入ってきた。仕上げだ。やったやったやった。場所の確認しとくぞ。どこ行く？近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは部隊との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。なあ。ですが、おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。イーク核にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガッほら、またシンナの犬がいるぜ。花の向き間違えんなよ。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれは忠犬だ。犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。マリンの絵本を思い出すぜ。バカでかい迷路に閉じ込められるやつ。進んでも進んでも壁で。壊せばいい。パレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員蹴散らすしかねえ。
全て把握している。はい、可能だ。シュア連携しよう。おう、任せとけ。そっちはどうだ。行くよ。こちら。そこ。あ、邪魔だ。気をつけてね。俺が出る。角度はいい。そこ。ビークスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進む。どういう意味だそれ。ここから先へ進めると思うな。関連しろ。食らえ。万代ない。どんなのよ。仕掛けだ。どうだ。手術。どれ。落ち着いていけ。おう、任しとけ。ほらほら、どけどけ。こいつ連覇邪魔飛び出た。ほらほら、さあ行くよ。熱いの行くよ。こんなところかな。中継スタンプを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。これか。
離れろ。何？聞いてねえぞ。やる気だ。邪魔すんじゃねえ。旧式兵器だ。オンボロってか。動きは鈍いが火力は高い。舐めてかかるな。どうしよう。足を狙え。崩すぞ。この
しよう。頼られちゃうな。煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。
はい、はい。問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常地の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハッハッ。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってくる。大丈夫？一番マコーロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。ここを抜けりゃ五番マゴールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マゴールの柱だ。道順はプラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトでマコーロの近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。